おはようございます。今日のシドニーの天気は悪いかな。あ、そんなことないです。雨降ってないですね。ほら。今ホテルから、お店の方に向かおうと思うんですけど、これここね、2分ぐらいですけど、めっちゃ近いんですよね。なんでちょっとダッシュで行ってきたいと思います。How's it going, man? No, actually, yeah, that'd be great. Yes, anything else? Yeah, can I get a tall iced latte? Actually, can you make an iced tall Americano instead? Americano? Yeah. We have dark beans or the light beans? The light beans. Light beans. Yeah. Anything else? No, I'm good. 1425. All right. スタバで思ったんですけど、ラップって日本じゃ放送しないっすよね。ね、びっくりした。放送するっけ、まあ、ちょっと楽しみです。なんか美味しそう。ジョージストリートって言って結構、まあ、メジャーな通りなんですけど、ちょっとこう南の方でチャイナタウンっていうんですかね、ところにうちのサロンがあって、これすごいね、分かりにくい場所にあるんですよ。ちょっとね、こうニッチな感じで、隠れ家的な感じなんですけど、逆向きにします。感じで、で本当人いないっすね。まあ、木曜日なのに朝10時ぐらいです。全然人いない。全然もっと人いていいし。まあびっくりなんですかね、こっち。あ、ここ。ここです、ここ。ここに入っていきます。新しいアパートメントコンプレックスっていうんですかね、マンションの1階にあるんですけど、ちょっとね、どうでしょうか。こんな感じです。こんな感じのところで、上がマンションなんですよ、これ。どこにあるのかなと思うじゃないですか。ちょっと、ここで、ここです。サロンがあります。じゃあ入ってみましょうか。 Good morning! How are you? Good, how are you? Good, I'm just vlogging right now. This is Dina, by the way. Hi, こんにちは。Yeah, it's the Insta360 GoTo. It just came out of last year. And this is so cool, so we can just like, take this off. Yeah. Right there, and you just like, stick it like right there. So easy. So you just like, POV shots, or just like this? That's good. Yeah, it's pretty cool. I'm just gonna go settle in. Morning. Good morning. Good morning. Good morning. Nice to meet you, I'm Nico. Ah, here. Nico-san. Nico-san. Hi. How you doing? Ken? Yeah, Ken. Yes. Yeah, this is my cinematic videography set, and this is like my little tiny go-to. You're like, in my angle, wherever you go. It's like a GoPro, but like super smaller. Are you a video producer? Yeah, I do both. Yeah, I do videos. I also own the Assort Group. Yeah, that's my main job. Yeah, I was making videos yesterday and I was just like, just testing out angle shots, which shots are good. Yeah, I saw that story last time. Oh, yeah. It was just for fun. Yeah. Yeah, it's the camera. Yeah, I know, right? All right, so taking more, a lot more this week. Cutting a lot. Yeah. And if you can look towards me. Yeah, just, yeah, just stay right there. One step back. Thank you. Perfect. One more question, can I? Yes. さっき撮影してすごい思ったんですけど、はい、こっちの耳キャップ見せてもらっていいですか？耳キャップ。これ結構ね、面白いんですよ。これ僕もね、さっき見て衝撃的だったんだけど。これ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 、どんな感じでつけてみて。すごいな、こんな感じ。やっぱこっちの方が楽っぽいね。楽っす、楽っす。あっちより。はい。彼がいつから入るんだっけ。
あ、僕は、来月から。来月からフルタイムで入ってくる。名前は？あ、新留浩二と申します。新留浩二です。浩二君です。昨日英会話の、英語のカウンセリングレッスンもしてあげた。日中何してるの？あ、今は学校行ってるんですよ。英語の？はい、勉強してるんだ。へぇー。これ欲しいかも。買っていこうかな。これ斬新だよ。でもこれカナダの方もこれでした。あ、マジで？アメリカに見たことないけど。本当ですか？うん。何なんですか？うちだけ？でも、お客さんも初めて見たって言うかな、多分。普通にデンマークのものではないの？これ初めて日本で外国人のカラーリングしたときに、あれ言われたんですけど、イヤコンドームって言われてました。え、ちょっと金沢剤聞いていい？金沢剤ここ何使ってるの？金沢剤は、うん、こちらケビン・マーフィーですね。ケビン・マーフィーだね。こちらは金沢剤あるんだね、ケビン・マーフィー。そうなんですよ。だいぶいろいろフリーで、ちょっと何フリーかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、肌に優しい的な。そうです、そうです。あ、なるほど。まあ、ほぼ欧米人はこっち、はい、でアジア人はだいたいミルボンさん。そうです。それかこちらですね、資生堂。資生堂もあるのね、はい、じゃあもう日本から来る人は何の問題もなさそうっす。そうですね。パーマも全部ある。パーマは普通のデジパーとか、デジパーもあります。資生堂ですね。薬もそうなんだ、はい、じゃあ誰でも普通に即営業できるみたいですね、日本から来てね。思います。All right, then I'll be back. I'll see you guys tomorrow. Bye, Lena. Bye. Take care. Bye. Yeah, you too. I'm just gonna get some takeaway food. Get some sleep tonight. Bye. Bye-bye. ということで、僕の一日はそんな感じでございます。まだ8時ぐらいですかね。昨日はちょっとこの後英語の練習したんですけど、今日ね、さっきいた彼女がオーストラリア人なんですけど、日本がペラペラなんで、具合なくても大丈夫そうですね。これからちょっと、テイクアウェイでご飯を買って、その後家に入って編集の始まりです。Hello, can I get the、basil chicken? Alright. という感じで、今日はこんな感じですかね。じゃあまた明日、撮れたら撮りたいと思います。ではでは、お疲れ様です。